皆さんこんにちは。品質管理課課長のつぶくです。本日はご来場いただきありがとうございます。グランドキーパーは広大なピッチの芝の刈り方や水をまく量などを天候によって見極めながら管理する繊細な仕事です。そのため3人のスタッフが1年間常駐して日々芝の様子をチェックしています。また正田醤油スタジアムは陸上競技場なのでハンマー投げや円盤投げも行われ、多い時は1日で300箇所以上の傷ができます。それらを一つ一つ素早く補修し、 J リーグの試合が開催できるような状態にするのも我々の仕事の一つです。常に良好な芝を維持して、監督や選手の方々にストレスや怪我の心配をせず 100% 試合に集中してもらうことが最大の目的です。これからも安心してプレーができるよう、そして正田醤油スタジアムのピッチはすごいんだぞと県民の皆さんが誇りに思っていただけるような芝作りをしていきたいと思います。これからもぜひ敷島公園に足を運んでいただけると嬉しいです。ザスパ草津群馬の選手、スタッフ、サポーターの皆さん、こんにちは。県立敷島公園品質管理課の森です。自分は普段、公園の職員としてグラウンドの管理を行っています。選手の皆さんが気持ちよくプレーできるようなピッチ、サポーターの皆さんが目で見て綺麗だなと思ってもらえるようなピッチを目指して普段の作業を行わせていただいてます。また普段、ピッチの状態がいいねとか綺麗だねとか、声をかけていただく場面もあり、とてもその言葉が励みになり感謝しています。これからもより良いピッチを作っていけるよう頑張っていきます。群馬県立敷島公園品質管理課唐沢です。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。日々取り組み中でザスパの勝利のために気持ちを込めて芝生の手入れを行っています。この歴史ある公園とともに、そしてザスパ草津群馬とともに、この公園の歴史に新たなる1ページを刻んでいけるよう全力で応援していきます。ファン、サポーターの皆さん、今後とも敷島公園をよろしくお願いいたします。